妹の影響でバレエをやってて、情報量多いな。バレエをやった。やってました。踊る、はい、練習というかボイトレ。そうね、あのそうですよね。ちゃんとあの習いに行きました。20分。はい、今日は帰ったらどうか。台湾行かれる、はい、最後費用。費用ですか。東京行くより安いんですよ。 LCC で行こうと思ったらだ、ま、日によってだいぶ違うんですけど、ね、台湾特に台北は、大学生の街がすごく多くて、結構あのヨーロッパの学生さんがいるんですよ。ももちゃん、はい、バーディガップに、はい、一人なのに賑やかな雰囲気の方が来ましたよ。今日は淀川パリジェンヌボーカルのクリスさんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、クリスと言います。はじめまして。いやーちょっとね、聞きたいことが山ほどありますけれども、はい、まあ、まずはちょっと乾杯といきましょうかね。はい、乾杯しましょう。はい、はい、せーの、ビガー。どうもー。4年半ぐらい前ですね。はい、それまでも音楽はされてたんですか。音楽、ドラマーとしていろんなバンドで。ちょっと待ってください。ドラマー。ドラマー。ドラムを叩いてた。はい。今はヨドパリでは叩いてはない。そうですね、歌だけですね。もともとでもそういうこういうお化粧だったりとか、はい、っていうのはヨドパリ始めてからなのか、それまでも。あ、その前に、妹の影響でずっとバレエをやってて。情報量多いな。バレエをやったんですか。やってました。踊る。はい、踊る方です。はバレエ、やっぱ舞台出ると男の人もメイクするのが当たり前なので。そうですよね。なんで抵抗なくこう顔にいろいろ乗せれたっていう。ちょっと待ってください。バレエとドラムはやってる時は被ってたりもしたんですか。はい、そうですね、バレエとドラムはほぼ同時にやってました。全然違う世界じゃないですか。でも全く違うくて楽しかったですね。何きっかけでじゃあポーンと歌おうってなったの。きっかけは、本当バレエで東京のバレエ団でもうここにお世話になろうってもうふわっと決まってたんですけど、ちょうどその年にあの大怪我して。怪我した。怪我してリハビリで2年かかりますって言われて。で、あ、もうこれは無理だと思って。差し支えなければですけど、はい、何ですかその怪我。右足の半月板損傷と前十字後十字の断裂と、はい、あとあのくるぶしの下のなんか王状靭帯ってよくわかんない帯が全部切れたっていう。ちょっと無理しすぎてというか。でダメになって。人生嫌になるレベルじゃないですか、極端なこと言うと。あ、だからそのちゃんと走れるようになるまで結構なんかうじうじしてましたね。めっちゃだからもう日常生活にも、はい、リハビリってことは、はい、もう差し支えが出る。出ましたね、階段登れなかったんで。うわっ、辛いなっていう状態がだいたい1年半ぐらい。でも音楽は好きだし何かやろうって言った時に歌が出てきたっていう、うん、そういうことですね。へまだ言っても若い時ってこれで行こうと思ってたのが、はい、理由は何であれアウトってなった時、うん、結構きついじゃない。そうですね、もう全部やめようとか思ったりしがちですけど、うん、はい、どうやって乗り越えてきたんですかね。それ一瞬うわ全部いろいろなくなったと思ったんですけど、なんかあの今クリスは96歳のおばあちゃんがいるんですけど、はい、未だに、ドンキにビール買いに行ってビールの重みでチャリをよろけて怪我して病院で怒られるみたいなばあちゃんがいるんですよ。でなんかそのおばあちゃんたまに電話するんですけど、はい、あのなんか大体二言目にああよかった生きてんねって言われるから、あこれかみたいな。あこうだから外でなんかいろいろあっただの、うん、今一人だので全部入れて生きてんじゃんみたいな。いやすごいな。元はもうドラムじゃないですか、うん、そうです。でボーカルになられたわけじゃないですか、うん、はい、練習というかボイトレ。そうね、あのそうですよね、プロとしてやっていこうとか、うん、バンドでみんなを誘うっていうからには、はい、俺の歌っていうのがやっぱないとダメじゃないですか。自信というか、自信というか。そうそうですよ。説得できるね。はい、なんかそれはやっぱりやってるでしょ。ね、ちゃんとあの習いに行きました。20分。20分。はい。どういうことどういうことどういうこと。いやあの20分でもう合格？そういや堺筋本町に、はい、そのもう具体的
境筋本町にもう俺に習ったらプロになれるぜみたいな広告を出してる教室があったんですよ。いいね、早いね。やばいなと思って、じゃあもうここ行ったら俺もプロじゃんと思って、うんうん、なんかその、1枠45分のなんかプロなんとかコースの体験クラスみたいな、おー、いいじゃん。なんかマンツーマンでこう指導してくれますって書いてるのを受けに行ったんですよ。そしたらその本当になんかあの漫画に出てくるみたいな体大きくて、うんうん、もうなんかこう歩いてるだけでリズム取ってるような黒人さんが ピアノこう弾きながら、すごいね、間違いないやつだ、ウェルカムみたいな、よう来たみたいな、まず君のそのナチュラルな魂の声が聞きたいって言われて、はあ、いやもう言うこと違う、やっぱ言うことが違う、いやもうすごいですよね、うんうん、ピアノをこうバーって引き出して、何でもいいんだと、歌詞は何でもいいと、え、英語でもいいし日本語でもいいし叫びでもいいと、もう課題曲があるわけじゃない、そうなんですよ、うん、エモーショナルを、え、とにかく私にくれみたいなことを、そのすごいな、なんかすごいのが言うんですよ、うん、だからなんかあのたまたまその日朝早起きしててラジオつけたらラジオ体操第1とか第2とかでこれだと思って、はい、おーラジオ体操第2みたいなことを言ったら、もうその辺ぐらいからなんかどんどん手の力が弱くなっていて、もうなんか本当にこんな感じになって、おーおーみたいな、こいつ一体何しに来たんだみたいなって20分ぐらい経ってからなんか、うん、今日は君の日じゃないと、今日は君の日じゃないと僕は思うと、その黒人の方がね、君にはまだ若いしいろんなチャンスがあると思うと、だから今日は帰ったらどうかでもクリスさん、そう考えたらそこでも人はね、はい、めげるかもしれないじゃない、なるほど、扉もうシャットアウトされたよみたいな、はい、めげなかったんですね、めげなかったというか額面通りに受け取ってしまったんですよ、うん、そっか今日じゃなかったんだみたいなオッケーみたいな、なんかいろんな言い方があるんだなと思って、また連絡するからって言われて、一応まだ連絡待ってるんですけどフットワークは軽いんだっていうのはよく分かりましたけれども、あ、そうかもしれない、人生においてもね、はい、なんかこうめげないし、うん、海外も今ね、はい、もう淀川でもパリジェンヌでもなくね、台湾とかにも行ってるらしいじゃないですか。そうですね、だいたい6回ぐらいツアーしましたね、うん、そんな、まあまあコロナが、ね、あってね、あれだったと思いますけど、その前にもう6回行きましたね、ツアーツアーで台湾の1カ所でだけじゃなくて台湾で回っていく、そうですね、台湾の何カ所かそのライブハウス回ったり、すごいな、なんでそうなったの、怪我したところが再発してちょっとライブができないぞっていう時期がちょっとあって、その時に音源入れたり、はいはいはい、そのこういう活動してますみたいなのを持って、うん、でまあ大阪いてもつまんないしと思って、でたまたまその台湾人のこの友達がいたんで通訳してもらって、その台湾のライブハウス1回回って、そのどんな反応されるか見てみたいって回ったんですよ、うん、だからなんかまあなんかこう面白い子がいるわみたいな感じで、うん、でだんだんそのライブやらせてくれるところが増えていって、ツアーができるようになってっていう、うん、なんでたまたま選んだのは台湾だったんですけど、いい環境に行ったなと思って、うん、何がそう、あの魅力なんですかね、日本のバンドにとって。一番の魅力は、うん、そのバンドを見たいっていう人がすごく熱い、お、人がものすごくこう、うん、なんか熱心に見てくれるっていう、うんうん、っていうところが多分一番、やっぱりバンドマンって行って、もちろん一人でも千人でも同じ熱量でそれはやるんですけど、やっぱり人がいて分かんなくても、え、日本からバンド来たらしいってすごいテンションでやられるとやっぱ嬉しいじゃないですか、うんうん、そうですね、なんでそういうのが身近にこう出会える、なんかその47都道府県ツアーみたいなの聞きますけど、はい、それもいいんだけど、はい、台湾でプレイしてみるといいんじゃないかっていうのはじゃあ言えるかもしれないですね。いいと思うんですね。なんかあの純粋に音楽をやる、で聴いてくれる、反応がもらえるっていうのに飢えているのであれば、一回その国を変えてみるのは面白いかもしれない。うん、そうですよね。はい、だから結局その怪我の再発ってさ、はい、一時大事じゃない。これせっかく始めた淀川パリジェンヌもできなくなってしまってはいかん。はい、ね、そうですね、直さなあかんけど、はい、その時に黙って泣き言言ってるんじゃなくて、サンプル持って、はい、台湾行くっていう、台湾行こうと思って、それがさ結果向こうでのツアーにつながっていくっていうことですからそうですね、ラッキーでした。何ですかこの、はい、ねえ、もうなんとかなるもんですね。逆境の跳ね返し方がすごいですよ ね、 ねえ、ホームラン級ですよね常に。はい、なんかその
台湾行かれる際の費用、はい、費用ですか。東京行くより安いんですよ。何で行くにも言いますけど、でも新幹線で1万5000円ぐらいでしょ、うん、新幹線だったらそうですね。で夜行バスとかででもまあ数千円かかるじゃないですか。かかりますね。でも台湾で LCC で行こうと思ったら、日によってだいぶ違うんですけど、そう、ね、本当になんか4000円ぐらいで片道行ったりするんですよ。ビーチとかそういうのをうまく使えば、そうですね、うん、で片道 2,3 時間で着くので。いやそうなのよ。だからね、少なくとも関西からだったら札幌とかに行くよりもちょっと身近な感じはありますよね。で、はい、ります。札幌だったら国内線で、まあまあ、 LCC もあるだろうけど、うん、もう本当にかなり気軽に台湾も行けるっていう話はね、気軽に行きましたね。ねえ、はい、で、まあ、食事も美味しいし、美味しかった、音楽も豊かやし、お金もかかんないし、いいですよね。良かったですね。じゃあもうライブ向こうに行ってっていうのも全然成立するわけですよね、はい、そうですね。ありがたいことに。うわー、なんか多分そのなんかこう何を言ってるかは半分の人分かってて、半分の人は多分分かってないと思うんですけど、なんかものすごい騒いでくれるか、ものすごいこう非難されるかなんですけど、でもまあ熱が高いんで人は来てくれますね。ちょっと待ってください。その評価はまあいいですよ。はい、ヨドパリおもし最高ってなって、それと同じ熱量で非難されるって今来ますね。本当に来るんですか。あ、めちゃくちゃ来ますよ。それこそライブ終わった後に楽屋まで一般の人が来て押しかけてきて、来て、今日は何だと逆にすごいですよね。だって今日は何だっていうか、このバンド何だって思ったら、はい、まあ変えるでしょ普通ね。嫌だったら変えるんですけど。変えりますよね、はい、わざわざ押しかけないですよね、文句言いに。そう、すごいことですよね。すごいですよ。それを大学生の女の子とかがやるんですよ楽屋にめっちゃ綺麗な子2人来たやんと思って、これはもうね最高ですよ。すごいじゃないと思って、うん、でまあ勝手に入ってくるから、うん、いいよそこ座んなよみたいな感じでこう言ってたら、うん、なんかこう座って汗まみれの子を僕のここにチケットペッてやられて日本からバンドが来ると私たちは聞いたんだみたいな、バックナンバーみたいなそのバラードが聴けると思ってわざわざ大学の友達と一緒にチケットを取って来たのに、なんだあれは、なんだあれは、得体の知れないもんが来てしまったと、ね、はい、ものすごい片言の英語で私たちの週末を返してくれっていうのをすごくこう言われて、でもまあ最後まで見たんだからちょっとチケ代は返せないなって言いながらこう、まあでもでもそうですよね、はい、冷静にはね。そうですよね。でもその冷静に返してるってことは、はい、へこんだかへこんでないかと言われると、いやもう全然へこんでないですねなんか今これツイキャスしていいって聞いたらプリンを投げられて、あ、これはもう海外ならではだなと思って。いいですね。面白いですね。いい経験できましたねなんか台湾でライブをしたことをきっかけに、はいはい、台湾以外のアジアだったりとか、はい、なんかカナダとか、はい、他のシーンにも広がったっていうバンドの例を聞いたことあるんですよ。あると思います。そういうことあるんですか。あります。台湾、特に台北は大学生の街がすごく多くて、ああ若者、うん、若者がすごく多くて、台湾の大学って結構ヨーロッパの学生さんがいるんですよ。へー。なんでその人らが面白がって自分の地元とかになんかこういうやついるよみたいな、はいはいはい、広げてくれるわけだ。そうですね。そっから僕らの時はそのベルギーとかイタリアとか、あとオーストラリアとか、うん、でイベンターさんがこうフェイスブック越しに連絡くれたりとか、へっていう広がりが確かにありましたね。あ、そうですか、はい、じゃあその日本以外でやってみたいって時は台湾でプレイしてちょっとこう評価されたりするととか盛り上がったりすると、うん、なんか知らない間に、はい、それが他の国への、あ、な、足がかりに、ね、足がかりになるかもしれないと、ね、 ね、それを期待してっていうのはあれだけれども、確かに可能性はあるってことですね。もちろんあると思います。へえ、はい、はい、はい、と今台湾行かれたわけじゃないですか、うんうんうん、他の国って行かれたことあるんですか。はい、まだバンドとしては行ってないんですよ。っていうのがお話はいただくんですけど、はい、何分会社に入ったりとかしてないもんだから、うん、お金のこうやり取りとかは全部自分でやるん で、ね、どうしてもその距離が遠くなればなるほど、うん、先に向こうにギャラとして振り込んでもらう金額がでかくなっちゃうじゃないですか。そうですね。なんで結構多くの方が、うん、向こうからこう来るときは自分たちで来てくれと、うん、で来ていろいろプレイしてやった後に
ちゃんと渡しますよみたいな契約をしたい人が多いんですよ。なんかこうやっぱ先に振り込まれてこいつら経験買ってやんけって結構あったりするらしいんで、こいつらやったら前払いでこうこれぐらいやってもいいかなっていう評価をもらえたら行くっていう感じですね。いやでもそうこうしてる間にコロナになっちゃって、まあ、この1年ぐらいですよね。そうですね。なかなかライブも以前と同じようにやっていう話はまあよくするんだけれども、どうですかクリスさんたちヨドパリにとっては制限がある中でどんな風にこうマインド切り替えていったんですか。あの楽しんだらいいと思います。本当にそうね、はい、なんかこう動きづらいみたいな、まあ、そうね、まあよく閉塞感とか言いますけどね、うん、なんかそれを楽しんだらいいかなと、うん、ね、まあそうね、はい、いや、 やっぱりもうならではですよ ね、 ね、いやもうね面白い、はい、ね、いくらでも話を聞いていられるという感じがありますけどちょっとそろそろね色紙をまとめようかなということですが、はい、できましたか。あ、やった。はい、いいんじゃないですか。じゃあクリスさんとはこういう方です。ドン、おもろいでしかないホームラン級生命力いただきました。確かに生命力はねズバ抜けてる。やった、うん、これいいですね。めっちゃもう全部褒められてますもんね僕今日は。いやもう間違いないです。じゃあそれをクリスさんに指示してください、はい、ありがとうございます。いただきます。じゃあいやこれいいな、まあ、すごかったな、はい、ありがとうございます。バーディーガップ淀川、はい、パリジェンヌヨドパリからヨドパリスト、はい、クリスさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいすごい。いいなこれ。これいいですね。